皆さんこんにちは、チューターの田辺です。ちょっとだけ私の自己紹介をすると、私は自動車会社、医薬品の会社、金融サービスの会社、すべて本社がアメリカにあるんですが、この会社で長く働いてきました。ですから私の仕事の仲間はアメリカ人はもとより日本人、イギリス人、あるいはインド人、マレーシア人、中国、韓国、世界中に広がっています。こういう仲間が日本に来た時、それから私がこういう仲間の国を訪問した時には一緒に遊びました。外国の言葉を勉強する時に一番助かるのが友達がいることです。私はこの海外の友達を通じて食べ物の違い、それから文化や歴史の違い、そしてものの考え方の違いをいろいろ教えてもらいました。でも一番大切なのは楽しく勉強することです。さあ一緒に勉強を始めましょう。